DS BDS ヘガヤスマンジョイキョウトね、掃除大好き系 YouTuber ダディです。今日とね、洗濯機をね掃除してきてます。で、なんでしようかなと思ったかというと、1日前ぐらいに番組でやってたんですけど、洗濯の洗濯ショー You are my soul, so いつも洗濯してるを月に1回ね洗わないとね臭くなるらしいんですよね。で、僕このね臭さ僕から出てんのかと思ったんですけど、違うってことが分かったんですよ。で、それが嬉しくて今日はね洗濯ソープを洗ってみちゃう。はい。で、僕ね買ってからね一度もね洗濯ソープ洗ったことないんで、もうならないっすね多分。普通にさ一人暮らししてて、ちょっと今日は洗濯ソープを洗おうかなとかって多分思いつかないと思うんですよ。そういう発想になんないと思うんですよね。で、クーラーだってさ、中ちゃんとしっかり掃除してる人なんて多分少ないじゃないですか、多分。でもやっぱちょっとね、根本的な掃除をしないと綺麗にはならないと思ったんで、今日やっていきたいと思います。で、こちらアプーパシャーアカビキラー生乾きの匂いのの洗濯カビ除去。はい、今回はねこれを使ってどんぐらい汚れが取れるのかね見ていきましょう。数年ね洗ってない洗濯機で、今回はこの GoPro をね洗濯機の中に入れて汚れを見ていきましょう。もしかしたらちょっとね壊れる可能性もあるんで、まあそれ覚悟でやってます。さすがプロ。はい、ではまず洗濯機の電源を入れます。電源を入れてから洗濯槽の中に直接ポン酢を入れる。これもカビキラーだと思うんでね。果たしてどんぐらい取れるんだろうね。これ GoPro 中に入れないとさ、ドラム式だと見えないもんね。はい、では中に入ってもらいましょう。これちょっとヤバくなったら止めるんで、そのまま標準コース、洗濯機すすぎ、洗濯コースで OK スタート。あ、でもここら辺のカビとかなくなった気がしますね。お、いい感じですね。あとカビ癖、カビキラ癖。じゃあちょっとこれ見てみましょう。あ、壊れてない、よかった。やばい、なんか GoPro が曇っちゃいましたね、レンズが。ちょっとおかしくなってる。やばい。じゃあちょっと GoPro の中見てみましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。 GoPro だとあんま分かんなかったんですけどね、多分綺麗になったと思います。ぜひみんなもね
綺麗にしましょう。なんかカビキラのさ、バスボンブとか売ってたらちょっと売れそうですよね。こう、臭いお父さんとかを綺麗にするためにさ、こう発売してたら面白いですよね。ぜひね、検討してみてください。ご視聴ありがとうございます。See and what's you?PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。